理化学研究所バイオソースセンターの増谷です。今日はこういったタイトルで発表させていただきます。で、我々フェノームといって、表現型情報を扱う統合データベースを作るということで、やらせていただいていますけれども、フェノームといいますと、ゲノームの、トランスクリプトン、プロテオム、こういった生物階層の上で、我々一番上というんですけれども、表現型の集合体ということになります。でこの表現型の集合体ですけれども、それぞれ、こういった分子 の、メカニズムからこう一つ一つ できてくる表現型、それぞれが、独立してあるとは考えていません。どういうことかといいます と、フェノタイプ同士はあらゆるレベルで、それ同士が相互に関係しているというふうに考えています。例えば、個体レベルでは、その個体の持っている分子パスウェイを通じて、互いに、個体の中の表現型同士が関係しているわけです。また生物種を横断的に見ますと、生物の表現型と表現型がお互いに関係がある。それは生物種の間での横断的な進化的なつながりによってつながっている。これは、いわゆる生物学のモデル生物という考え方のもとになる考え方であります。また生態系レベルでは生物間の相互作用や環境応答といったことで表現型同士が、関係しているわけです。こういった、お互いのつながりを持った、フェノタイプの、階層ですね、そういった相対をイコフェノームと、我々呼んでいます。これを、遺伝情報と環境の言葉で、理解していくことっていうのは生物の原理の生命原理の理解とまたその応用のためには非常に重要な課題であるということが言えると思います。で、我々のプロジェクトの狙いですけれども、このようなフェノタイプの関連データですね、フェノタイプの情報を、研究分野の垣根を越えて、実現したいということです。これは最初の方 の高木先生 の、お話もあったようにそのデータの垣根を超えた共有ということになります。日本の中でも、表現型のデータベースというのは、いくつか、あるわけですけれども、大体生物学の世界では、現在、それぞれのコミュニティの中で、それぞれのデータベースが運営されているという状態です。で、その間でですね、それぞれを統合する働きってあまり行われていません。ですので、これを、統一フォーマットの中で、全て、ワンストップショップ化しまして、それを、一括ダウンロードして使えるような状態に持っていきたい。そういったものを RDF を使ったメタデータの空間の中で、実現していこうというのが我々の、目指しているところであります。で、我々のバックグラウンドですけれども、我々はそのオントロジーの技術を使って、生命情報、生命科学知識というものを統合するということをやっておりました。これは、上位オントロジーというのはいわゆる哲学の体験になりまして、いろんな概念の分類とあとその概念同士のつながりを、グラフ構造で、示しているものですけれども、そこの、一つ下のところに生物学の、概念を、マッピングしまして、さらに、その下に、生物学分野の、データベースを持ってくると、それぞれのデータベースが一緒に、くっついて、知識を表した上で、統合的に用いることができるというようなことをやってまいりました。で、そういった技術の中から、第一期では、その表現型を示す部分だけを切り出しまして、統合ワンストップショップのを作ろうということを試みました。表現型データは、表現型というのは非常に測定項目とか、観察とかいろんな項目がありその中でいろんな情報があるわけですけれども、まとめる と、生物の示す性質ですから、生物のどこの部位が、にどういった形質があってそれがどういうふうに変わったかというこの3つのコンポーネントで、表すことができる。また、この3つのコンポーネントにそれぞれ標準化された、オントロジーの語彙やあるいはデータベースの値というものを、代入することによって、植物バイオ細胞ノックアウトマウスこういったいろんな生物の表現型情報を、一つのテーブルで、示すことができると
ということを、やりました。これが、まあ、表現型を一つの統一フォーマットで、示していくことができるというふうに考えている、理由であります。ということで、こういった汎用フォーマットを使って、ワンストップショップ化、あとですね、どういった部位にどういった異常が出てくるかといった、語彙表現の揺らぎを超えた統合ということ、また、同じオントロジーを用いている外部のデータベースとの連携、また、推論を用いた、データの、表示といったことが、可能になったというふうに考えております。で、最後 の、 データを、便利に見せるというところですけれども、これも第一にやったことでありまして、先ほど言ったような表現型の、スキーマでやりますと、RDF の、 リンクのグラフ構造で、データはできるわけですけれども、我々、RDF は、最近非常にパフォーマンスが上がってきて使えるというところまで、やってきてるんですけど、我々やった頃にはまだ、パフォーマンスが十分じゃないということがありましたので、こういった情報に対してクローリングをかけまして、画面を作るということをやりました。で、ある表現型、あるマウスに関して、1回表現型の情報をたどって、もう1回、マウスに戻ってくるというようなクローリングをかけますと、ある、マウスのフェノタイプに似たような、マウスというのを、網羅的に取ってくるということができるわけです。そうしますと、こういった、ホワイトスポットの白斑ですね、を示しているマウスを、見本にしますと、それ と、何件、の表現型が一致しているというものがバーッと取ってくれて、これは、我々からすると、研究材料のマウスを選ぶときに、ただ一つの、キーワードがヒットして、マウスを選ぶんじゃなくて、どういったマウスが、自分がやっている研究に最もふさわしいのかというのを比較検討するためのツールとして、用いてもらうということができるようになった。そういったことが、RDF の、データベースを使って、できるというふうに考えているわけです。で、これが、第一期の、成果を、非常に単純なところだけ抜き出したんですけれども、これを、第一期の成果をもう一度、第一期の成果をエキスパンドする第二段階というものをこれから始めさせていただこうというふうに考えております。まず一つ目が、提供データの拡充ですね。第一期では、主に、理研の中にある、バイオリソースの情報、植物の情報で やらせていただいたんですけども、それを、理研の外にある、いろんなコミュニティから、特に、脊椎動物の、フェノタイプを持っている、データベースのを運営している方々にお声をかけさせていただいて、データの収集 と、統合化をしていくということをやってまいります。また、NBDC の各グループと連携して、RDF 技術に基づく相互利用ということを、実現していきたいということです。でまた、こういったデータに関して、さらに、まず収集する方法は、一つはこういったデータベースから直接データをいただいて、統合していくということですけれども、もう一つは、一般の生物学者から、データを、直接集めるということも、試みようというふうに考えております。これに関してはですね、ゲノム編集技術というものが、最近非常に、モデル生物の分野では、使われるようになってきまして、どんな生物種でも簡単に、遺伝子操作ができるというふうな時代になりつつあります。ですので、これからは非常に安いコストでどんどん たくさんいろんな生物種でいろんな遺伝子が、壊されたり、モディファイされたりということが起こってくるわけですけども、そういったデータをきちっ と、集めていく、基盤が必要だろうということで、そのデータを収集するというものの、インターフェースの施策ということを行います。もう一つは、可視化としまして、特に、脊椎動物 の、 フェノタイプを収集しますので、これが人の疾患とどういうふうに、つながるかということを、示せる、そういった探索システムといったものを、開発していきたいというふうに考えております。
で、まあ、今年度なんですけれども、特にその、RDF で、データを記述するということをもう一度、再構築して、見直し全体を、作り直すということをやっております。先ほど言いましたフェノタイプのデータがこの辺りになるんですけれども、フェノタイプのデータというのは何らかのコホートのから、解析されて、そのコホートというのは、アレルを持っていて、ミューテーションとかですね、ミューテーションとかのアレルを持っており、それが遺伝子とつながっている。でそのコホートは、何らかの系統や、生物種に属している。でそれから、系統と株などはバイルソースの管理情報を持っていますし、またフェノタイプデータは部位と先ほど言った形質と表現型値に分かれていまして、この部位も、オントロジーで、記述されている。でその他形質は、それぞれの実験系の計測パラメータによって、計測されるといった、まあ、RDF は、山口先生がおっしゃったように主語と、述語と目的でこの、矢印でつながったトリプルですね、これでつながっているわけですね。このトリプルの形を、生物種横断的に使えるようなデザインというものを、考えています。で、これを使いまして、例えばマウスですとこれは、マウスの、まあ網羅的な表現型の解析の結果ですけれども、こういったオスメスのコホートを測って、計測結果が出ている。その計測結果はどこの組織にどういうふうに出ているということが、書けるというわけです。でこれは、実は、国際プロジェクトの中で、計測している、マウスの情報でもありまして、今、この国際連携プロジェクトでの方でも、まあ、RDF で作るときにはこういったスキーマで作ったらどうかということを、提案しようとしているところです。また、この、同じ、スキーマを使って、まあ、ラットですね。ラットもほとんど同じ形で書けるという形になりますし、ゼブラフィッシュ、ゼブラフィッシュも、ちょっと、形が違って見えますけれども、まあ、色 の、の組み合わせで見るこのトポロジーで見ると大体同じ構造で書けるということになります。また、メダカですね、これも大体同じ、構造になりますし、ちょっと変わっているところでは、まあ前の第1期の方でやらせていただいている iPS 細胞ですね。 iPS 細胞は、まあ、細胞の接着性とかこういったところの、特性情報がありますし、どういったドナーから取ってきたあの情報であるというものがあります。で、今後はですね、この iPS 細胞がどういったあの環境の中でどういうふうに、分解していったかといった情報も付け加えていきたければというふうに考えています。で、これらのスキーマですけれども、我々のプロジェクトで独自に考えているというだけではなくて、統合学推進プログラムの中でできる限り共用していこうということで進めております。でこの表は、それぞれのグループがありまして、そのそれぞれのグループが、どういったデータを持っているかというのをヒートマップで、示したものですけれども、山口先生他が、の方々が、紹介してくださったこの、スパークルソンという、集まりでですね、毎月集まりましてどういったデータを持っておりそれをどういうふうに、まあ、あるでしょうか化していこうかということを、毎回調整しております。で現在、まあ、この中でも特に、まあ、共通性の、簡単に、共通化できるような生物サンプル、化合物、文献、ゲノム情報とかについては、共通スキーマを、策定しているということです。で先ほど、示しましたような、スキーマに関しましても、他のグループと共有したものをできる限り使っていくという方向で、進めております。でそういうことで、まあ、今年度は、いくつか、目標の、リソースに関して、収集を始めまして、まあ、ほとんどスキーマを、作っていくということができているという状態です。また、第1期のものに関しても、先ほど言いました共用のスキーマの方に できるだけ合わせていくといったような、作業を行っています。またいくつかのものに関しては外との連携プロジェクトというものも動いています。でこれら のデータをどういうふうに使っていくかということに関しては、まあ、今後の計画になるわけですけれども、一つは、先ほどもご紹介しましたように、疾患名で探してモデル動物が出てくる
で、それぞれ、疾患 の、モデル研究をしたいというときにどういったモデルがあり得るかというのを探せるといったものや、モデル研究をモデル動物を使って研究している生物学者の、人たちは、モデル目的に合わせてモデルを変えるということも結構やりますので、そういったあのニーズに応えるために、例えばですね、これは、ラットを探しているんですけども、探す言葉はゼブラフィッシュの言葉、ゼブラフィッシュで、ヒレを探して、ゼブラフィッシュのヒレに相当するものは何かと探したラットが出てくるといったような、あと別の生物の言葉で別の、あの違う生物の、表現型を探すということも、実現させていきたいというふうに考えております、はい、ということで、データとしてのフェノームというものを、実現していく、基盤の部分をもう一つ拡張していきたいということです。でまたちょっと、今回、詳しく話せませんでしたけれども、今回分子表現型というものも、記述するようにしまして、それとともに、また、統合化推進プログラム各プロジェクトと のデータの連携などによって分子情報とともに、利用できるフェノタイプデータというものにしていきたい。また、国内のデータベース連携の強化と各データベースレベルの改良といったものを、推進していくようなあのプロジェクトになっていきたいというふうに考えております、はい、ということで、我々のプロジェクトたくさん の、 研究室やコミュニティ、また、データベースの関連の方々 と、協力しながらやっております。以上です。